ありがとうございます。今両替機で着いたんで、今から決めた通りに向かいます。セミ鳴いてるで。さあ着いた。実際、はい、決めた着きました。どうですか、決めた公園の感想は。お願いします。太ったくね。太りました。なんかちっちゃくなっちゃう。これは、あ、しこ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 、あったあった。ベイビーステップ、ベイビー。YouTube アップお願いします。そのために来てるからこいつは。でも宣伝費5000円や。あ、あしこ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 。あ、じゃあじゃあじゃあ。いや、俺は今日飛び入りなんで。あ、まあ僕も入りたいんで。現状って言ったらダンハーでお願いします。よろしくお願いします。現状ダンハー。ありがとうございます。あっちゃん、お前の甲子園続いて、続いて甲子園 のカレー あの俺のしょうもないくだりは勝つじゃないですか。あ、マジっすか、マジっすか。逆光だな。あ、めっちゃいい。頑張れ頑張れ。よっしゃ、頑張れ頑張れ。よっしゃよっしゃ。加藤さん、加藤さん、YouTube、 イエーイ。今から走ります。頑張ります。こちらザコです。はい、頑張ります。やばい、前張りとか言うなよ。高いぜ、マリオカートかも。前提情報として OTT かっこキヌクロは 1.6 キロのクロカンコースを一周全力で走るっていうイベントです。普通の競技会と違って走ってる時も駅伝ニュースの西本さんが司会で、今日は大げさんの生誕祭ですねとか、今日は YouTuber の小林さん来てくれてますっていう風な感じでずっと盛り上げてて、洋楽とかもガンガンなんで音楽フェスみたいでノリノリで気持ちいい。よっしゃ、皆さん去ります。参加者も主催者もボランティアの人もみんな楽しそうな雰囲気いっぱいのイベントでした。簡単に感想を述べさせていただきました。ありがとうございました。とにかくキヌクロはめっちゃコースがきつかったんで、引っ張ってる方もめっちゃしんどかったです。頑張るぞ。ラストラスト。最終組は1位かましました。3分くらいやったのでぼちぼちです。花尾とか高原とか高林さんも来てくださってたので優しかったです。15組全部が12時ぐらいに終わって、最終種目キヌクロで転んだが始まりました。大八木先生からの豪華景品をかけてみんなでだるまさんが転んだをしました。僕からは一つだけ言わせてください。めちゃくちゃ面白かった。
興味っていうのはね、もう本当にありがたいと思います。本当に今日はありがとう。ありがとうございます。今守りたくいますよ。はい、本当におめでとうございます。そして応援してるんです。本当にありがとうございます。では記念させてまいりましょう。さあ正面見ていただいていきますよ。鎖陸上最高。鎖陸上最高。